滅危惧種の昆虫っていうのはたくさんいるんですけど、特にこのフサヒゲリカミキは生息地とか、個体数が減少している絶滅の恐れがその中でも極めて高いという昆虫になってますので、保全の必要性だったりとか危機感というかそういうものを強く感じてました。で、動物園の施設の役割の一つにも種の保存っていうのが掲げられてるっていうことで取り組みを始めたっていう経緯になります。で、やっぱりその絶滅の恐れが非常に高い生き物であるというところがあるんで、個体の取り扱いとかで非常に気を使いましたし、プレッシャーもかなり感じました。とにかく飼育が難しいというところですね。一般的なカミキリムシは木材とかそういうものを食べるんですけども、サヒゲルリカミキリは花茎を食べるので、かなり特殊なカミキリムシじゃないかなというふうに言います。で、生態が完全に解明できてないというところもあるので、飼育に関する情報が少なかったっていうのが難しいなと感じました。過去の飼育でもですね、一定産の確保だったりだとか、温度の管理とかで失敗を繰り返していたというところがあります。とにかく安心しました。過去2回ですかね、失敗していたというので、無事に出てきてくれてよかったなというのが、成虫見て一番最初に思ったことです。で、羽化するまではさなぎになってもこの中に入っているので、生きているのかどうか中身を確認したくなる気持ちを抑えるのがすごく大変でした。今年度が初めて羽化に成功したんですけど、安定したとは言えない状況なので、来年度以降もね、引き続き羽化ができるように安定した飼育方法が確立できるようにこれからも取り組みます。